い、あきらくんと散歩行ってきます。早く行こう。あれ、首はないわ。首はお前せない、取ってくる首は。はーい、ラッチくんと散歩に行ってきます。はい、ラッチくん行こう。ラッチ、はいはい、ラッチ、ラッチくん、喜びの舞、喜びの舞、行くで行くで行くで、ふぅー、喜びの舞、レッチコン。首はつけますね。はーい、はーい、行きますね。よいしょ、よいしょ。これね、このプレートね、ももちゃん、ももちゃん、高い。はい、これ、あきら部屋っていうか介護部屋ですね。内張りを張り終わりました。内装ね、ビフォーアフターいうことで。ラチ君上がんないよ。上がってもいいけどな。こんな感じ。まだクーラーはつけていただいてないですが、壁を3センチ、張りましたね。断熱入れてね。で、換気扇ついてます。で、でもね、あの、むき出しのスイッチ類とかコンセントだったんですが、それ、すべて埋め込んでいただいて、おしゃれでしょ。どう映ってるか、こう、おしゃれでしょ。ね。で、テーブル。みたいな感じの棚を作ってもらいました。ここにね、空気清浄機と、酸素濃縮機を置いて、で余ったスペースに、観葉植物でも置こうかなってね、窓際に、うん、ちょっとおしゃれ。はい、それと棚、これはね、まあね、下に何も置きたくないんで、ちょっとしたものを置いとくのにね、棚を作っていただきましたって感じで、ラッチ君になるとこういう感じになりますね。こういう感じになりますね。で、ライブは多分このセンターに、こっちの壁のセンターに、下の方にね、置こうと思ってます、カメラをね。うん、どうした？もうお住まいですか？もうお住まいですか？ラッチ君。いい感じでしょ？ね。ね、1枚、2枚、3畳ちょっと、3畳半ぐらいかな。ぐらい。犬がやったらちょうどいいんちゃうかな、介護するのに。って感じですね。はい。ラッチ君よかったな。はーい、出てきました。なかなかね、お気に入りに流れてラッチ君出てこなかった。ここでくつろいどきます、一人で行ってきてくださいみたいな感じで。なかなかね、落ち着いた雰囲気に仕上がってると思います。ただ床だけはあっから、あの、また敷物いただいてるのがあるんでね、それを敷いてあげてっていう形で、また色が変わってきて雰囲気が変わると思いますが、しかない状態の時ああいう状態ですね。で、滑らない。今ラッチ君ね、中入れてみたんですが、滑らないですね、あの床もね。いい感じです。あと出入り口にスロープをね、ちょっと作ってって言ってね、業者さんに行っていて、そのスロープが今度の日曜日、工事に来ていただいて、あとクーラーつけていただいたらもう完了ですね。あと Wi-Fi の具合とか、一度暖房を効かしてみて、どれぐらい、暖房が効くか、とかね、ちょっと効き足らないぐらいならいいんですが、効きすぎるって良くないんでね。それだけ気をつけて、あと
湿度とかどないなるか、その辺もちょっとね見たいから、通常運転してみて、それでどうなのかっていうのをねちょっとテストしてからですね。やはり動物なんで、ね、暑いよとか言ってくれないじゃないですか。で扉も閉まってたら出れないし、何かあったらいけないんでね、まずチェックしてから、引っ越しします。多分ね、もっと安定すると思う、あそこの中。で騒がしくなくなるんですよね。離れ小島みたいになるんやけど、騒がしくなくなるんで、その辺もこういいかなと思いますね。あとガラスが透明ガラスなんですけど、これもガラス屋さんにすりガラスに変えてくれってね、ちょっと、お願いしてるんで、いつ来てくれるかわからないんですが、すりガラスに変えます。納得のいくまでやっちゃいます、今回のね、アキラ部屋っていうか介護部屋ね。長く使えるように、やって、もう初めから、こうやっときゃよかったなって思わないようにしようと思ってます。はい。ね、後で手かけるっていうね、また手間だし、今度介護してる犬がかわいそうじゃないですか、後で手かけるのね。だからそうしようと思ってます。はい。本当に、大掛かりな工事になっちゃいましたけど、でも本当に必要、だと思いますね。贅沢言うたら贅沢なんですが、やはり多頭おる中で、やはりね、介護ってなかなか難しいものがあるんでね。はい。雨がちらほらほらほらって降ってますね。ポツポツですがね、今日は雨かな。ちょっと降ってなかったかな、最近降ったね、しやけどって感じで、そういう、ご報告の動画になっちゃいましたが、あきらくんも、もうね、心配、今のところ心配いらない。ちょっと大騒ぎになっちゃったけどね、安定して、ゆっくり過ごしてもらってますね。ただやっぱり老犬っていうことで、派手な動きとかもしなくなりましたね。で今安定さす狙いがあるんで、興奮なく、しないようにしないようにね、環境を整えていってるんで、余計に、おとなしい生活というか穏やかな生活ですよね、してもらってます。はい。ラッチくんで散歩はね、体の調子いうか、見てね、天候もありますが、1時間するときと30分ほど、するときとっていうぐらいですね。でペースはこんなもん。人間がのんびり歩くっていうスピードぐらいでやっておりますね。で走ることもなく、止まることは多々あるみたいなね、散歩しております。ですから元気な大型犬を散歩さす距離といえば、1時間今散歩してる距離っていうのを45分ぐらい、でぐらいでやっておりますね。ただ1時間って言ってもその中に休憩とかすると、2時間ぐらい明らかに使ってますね。で1日1回です。1日1回そういう散歩を朝ですね、朝してあげて、それで、夜は、もう、フィールドに放していう形ですね。はい、そういう形で、やっております。で昼間の天候のいい時、足取り軽いでしょ、はい、天候のいい時にちょっと昼間でも、エアガーデンの方に
行ってもらういう形ですね。でエアガーデンもアキラだけっていうわけいかないんで、交代交代で今使っております。はい、なかなかいいもんですね。犬たちはねまだね慣れないっていうかね、だからこっちの方を見てなかなかくつろいでくれない。アキラぐらいかな今くつろいでくれんの。ももちゃんなんか出したらもうあっち行きこっち行きでうろうろもんになって、なかなかねゆっくりするとこやっていうのを認識しまだしてくれないですね。まあね数入れてればねゆっくりできる環境なんでね、どんどん使っていこうと思ってます。はい、あとメインの方でね結構動画を上げれてないの申し訳ないんですが、なかなか動画が撮れない。撮ろうと思ったらなんか用事があったりとか、こういう風なねサブで気軽に上げるっていうなかなか動画ができずに、やはり喋るのもいろいろ内容考えたりとかね、この動画っていうのは適当に喋ってるだけいけないんですが、何も考えずに撮ってる脱出みたいな感じの、チャンネルの雰囲気にしてるんですが、やはりメインとなるとちょっとやっぱり身構えてしまういうかね、そういうのがあるんで、はい、って言ってもサブチャンネルも全然上げてないけどね。はい、それで、もう一つのチャンネル、ライブチャンネルって名前を変えたんですが、もともとピーちゃんドットコムっていう、動画チャンネルがあったんですが、それをライブを中心にやっていくチャンネルに変更して、保護犬たちの楽園ライブチャンネルっていうことで、新たにチャンネル名を変えさせていただいて、アキラの、日常ずっとライブを流しております。またよろしければ、ちょっと覗きに来てやってください。アキラくんどういう状況でいてるかと、寝てるか外出中が多いですこの頃ね。だから何も映ってない、部屋しか映ってないとか、アキラが寝て動かないとか、そんなライブになっちゃうんですが、アキラ引っ越しと同時にそこにいろんな子たちを入れて、その、何が起こるかわからないライブに変更しますんで、またよろしければお願いします。またお知らせしますね、メインのチャンネルの方でね。はい、ちょっと車です。はい、カメラ撮るの忘れてました。はい、申し訳ない。もう今帰宅です。帰宅。はい、この黄色い屋根のとこが鶴むさんと言いまして、喫茶店ですね、うちのね。何本か2本ぐらい、動画上げてます。ケンちゃんとそれとアキラとかな、メインの方で、カフェに来てる動画、はちゃめちゃな動画ですが、はい、上げさせていただいてます。そんでね、エアガーデンこういうのもありますね。ここのエアガーデンに来ていいなと思って僕真似したんですよ。パクリです、パクリ。はい、ちょっと規模がでかすぎてうちの方が目立っちゃってますが、実はパクリです。はい、申し訳ないなって思ってます。すごく仲良くさせていただいてます。いろいろとね、なかなか忙しくて、お茶飲みに行けないんですが、オーナーさんと結構道で会うんで、立ち話みたいなことをさせていただいて、なんかのびのびと暮らしてはります。ここらの方みんなのびのびと暮らしてます。はい、景気不景気関係ないような生活されておりますね、皆さんね。コロナもあまり関係ないでしょ、みんな出ていかないもん、ここらの人。夜になったらおとなしく寝るっていう感じの人らばかりなんで、休みの日もそう出歩かなく、
畑いらってるかみたいな感じなんで、ほとんどコロナは関係ないんちゃうかなって思うぐらいの方たちで、仕事もゆっくりしはりますよ、本当に。なんていうんですか、自営業多いですね。自営業の方多い。造園やられてたりとか、工務店やられてたりとか、そういう方たちが多いですね。で、どうなんやろう、畑仕事、田んぼが多いんですが、兼業になってるんかな、って感じで、専業はあまりないですね。もう年、行った方が専業されてるぐらいで、僕ぐらいの年代の方は結構いてるんですが、その方たちはあれですね、もう何か自営やられてっていうね、そんな感じですね。あんまり勤めにいないみたい。はい、ということで、いろんなご報告というかね、新居のご報告の動画と思って動画を撮らせていただきました。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。できるだけメインの方でも動画流せれるように頑張ります。はい、失礼します。おしっこ。はーい、あきら、あきら、あら、なっち、あら、なっち、おーい。はい。